参ったわね。ここまで来て打つ手なしか。この広大な草原の中からメッサーラの本拠地を見つけ出すというのはちょっと不可能に近いですね。こうしている間にもステラ殿はメッサーラに脅されているのかもしれぬ。ステラ、おいおい隊長、あの声はライナ。早馬が近づいてきます。乗っているのライナーのようですね。ふう、ようやく追いついたぜ。隊長、ステラさんは見つかったっすか。いや、ステラをさらったアサシンたちには追いついたんだけど、ここで巻かれてしまって行き場を失ってたところなんだ。お、そうすか。いや、それならよかった。よかっただと？貴様、この状況のどこがよかったなのだ。ああ、すまねすまね、そういう意味じゃねえんだ。隊長、俺はメッサーラの本拠地の場所を伝えに早馬を飛ばしてきたんだよ。メッサーラの本拠地の場所だって？どうしてそれを？いや、頭がさ、草原の遊牧民たちからいろいろと情報を集めたよ。頭はカオスの中では一発の顔だろ。みんな心よく協力してくれたさ。それでメッサーラの本拠地の場所を特定することができたんだ。なるほど、そういうことだったのか。頭が隊長たちが行き先を見失うかもしれねえから急いで追えって言ってさ。頭も強情だけど、ステラさんのことは心配してんだ。分かってやってくれよ。さすがジャスパー。ライナー、すごく助かったよ。少々気に食わんが、情報はありがたい。礼を言うぞ。よし、これから反乱軍の本拠地に向かう。そしてステラを救出するぞ。